だから言ってんじゃん、男のロマンが詰まってんだよ。ラジコンみたいなの一回も買ってもらえなかったよね。一回も買ってもらえなかったよね。カエデのパパはラジコン一回も買ってもらったことないんだって。そのね、反動が今来てるね。バイクのラジコンじゃんこれ。すごいよね。すごいよね。ペーパークラフトがこう入ってたから、それちょっと組み立ててみようか。多分ね、悪いやつを倒すんだと思うよ、バイクで。そうだよね、パパ。そうだよ。これショッカーでしょ、ショッカー。うん、じゃあ、ぶっ飛ばソールついてた？そう、じゃあこれも開けてみよう。はい、これが入ってたぶっ飛ばソールメダル。バイクが後ろに書いてあるね。髪の毛抜けるね、パパ。うん、今すげえ絡まってた。この年になると、ほんと髪の毛大事なんだよね。おー、離れ
俺安全運転だったよ。まあ、敵のここら辺まで来てからスピード出したからね。これさ、ライトついてるってことは暗くしたらどうなの？お、暗闇でもライトが光っている。超楽しいんだけど。超楽しい。かゆい。ジョリジョリしてるね。ハイデーファニーチャンネル。はい、皆さんこんにちは。パパが仮面ライダーゼロワンのおやつじゃなくてパズルを4つ買ってきてくれました。イエーイ。全種類買ってきたんでしょ。そうだね、そうだね。今日4つ作るのは大変だから、はい、とりあえず今日2つ作りたいと思うんだけど、選んでください。これ、じゃあこれは次の動画で使います。じゃあ開けよう。あ、首つった首つった。なんかゼロワンだとやっぱり黄色が多いです。なんか同じ。ちょっとこれ混ぜないように、ね、混ぜないようにして、うん、作ってください。どうぞ。これパパ何ですよ。これパパの鉄だ。はい、ということでね。いや、ゼロワンそんな声じゃないから。パパ、はい、頑張って、はい、頑張って。これパパいらないよね。パパ応援して頑張って。ゼロワンじゃない。わーわーわー、ゼロちゃんです。いて何パパの暇つぶしが雑すぎない？オッケー、完成。
ガム。はい、じゃあ頑張ったご褒美にくっついていたガムを食べよう。いただきます。じゃあこれ2つ一気に食っちゃおうと。え、あとくれるのパパに。 I love you。登録もよろしく。